あのグループが発表された時というか、まあ、ワールドカップ自分たち数回取った時ですね、取った時にすごく思ったのが、やっぱり憧れてると超えられないんですよね。そこの憧れが本当になくなりました、ここ数ヶ月は。もうこの選手よりも自分がどうやっていいプレーするかしか考えなくなったし、どんな状況であってもやっぱり日本のゴール守るために日本テニスカードを持ってやりたいなと思って、うん、